はい、どうも、タグミのゲーム実況チャンネルへようこそ。ということで、今回はこちら、プロスペースやっていきたいと思います。ということで、今回はですね、まあまあ、ちょっと前ぐらいからね、ちょいちょいコメントでいただいてたんですけど、オーダー紹介をね、していきたいなと思います。まあね、先発とか中継ぎとか、投手枠の拡大があるので、まあ、それの前に、まあ、最後の、この人数でのオーダー紹介かな。拡大前のオーダー紹介ということでやっていきたいなと思います。では早速いきましょう。まあもうこれ見えてるかな。まあまあまあいいんですけど、まあとりあえずちょっと一人ずつ見ていきましょう。まずキャッチャーがね、原口ですね。前まではまあ中村悠平使ってたんですけど、まあ打撃がいいっていうのと、まあ打撃良くてホームラン打ちやすいんですよね。でそれとあとは守備リーナですけど、まあ、スピリッツが高い。中村悠平より中村悠平はシリーズ1の使ってたんで、まあ、こっちの原口はシリーズ2なんで、まあ、これスピリッツが高いっていう点で、まあ、使ってますね。リーグでも結構ね、ホームランはね、バンバン打ってくれてたんで、原口持ってる人は全然、まあ、守備悪いですけど、まあ、D でね、まあ、全然使ってもいいんじゃないかなと思います。ということで、キャッチャーを終わりと。で、まあ、一応ね、特殊能力は1-1。まあ、基本特殊能力は、全員に1はつけているって感じですね。まあ、星の、20丸とか星のやつがいれば、まあ、5にはしてるんですけど、まあそれ以外は大体1とか、まあアーティストとかだったら4とか、ね、パーヒ4とかの人もいるんですけど、まあとりあえず大体全部は1つけてます今のオーダーは。でファーストがビシエロですね。こちら極みになってるます。これ前回もね紹介したと思うから、まあそっちを見ていただければいいんだけど、まあこれも1-1ですね。まあビシエロ最近ちょっとリーグでは使ってるけど V ロードで使ってないんでね、忘れちゃったんですけど、まあホームランも全然打てるしいいんですけど、まあちょっとここは中田翔とか松中に変わるけど、まああとは、まあ、その変わった時期オーダーも後で軽く紹介するので、まあ、そちらで紹介しようかなと思います。まあビシエルもね全然強いですけどね、スピリッツ2200なので強いですね。はい、で続いて山田哲人、こちらキャプテンですね。プロスピセレクションの山田哲人ですね。まあもうシリーズ2になってね、もうすぐね、まあこっちの方が弱くなっちゃったんだけど、まあ守備だけなんでね、正直、まあ、守備が C ってだけで、まあ、シリーズ2になってから B になっただけなんで、まあ、能力だけで言ったら、まあ、アニバーサルと一緒で、普通のシリーズ2と比べたら、まあ、能力は1、こっちの方が高いんで、まあ、でも守備がちょっと悪いというか、まあ、C なんで、まあまあ、でも普通か、まあ、C なら。まあ、全然、ホームランもバンバン打ってみます。で、特殊能力が一応ね、パワーヒッター4にしてます。はい、ここは4にしてます。はい。で、続いて、村田。これもね、極みですね。うん、内野は結構極み多いかな。内野というか野手は結構極みが多いかな。はい、村田。これもね、いいですね。ほんと、ミートパワーがね、高いし、ホームランも打ちやすいですね。ビシエルよりね、やっぱミートが、大きい分ね、打ちやすいですね、ホームランも。ここは、やったっけな、パワーヒッター2か。パワーヒッター2ですね。はい、こんな感じですね。まあまあまあ。サードはね、今のところ欲しい選手いないので、まあ村田で今後も使っていこうかなという感じですかね。はい、続いてショート、西岡。これは、なんだ、なんて言おうとしたんだ。なんかで、ね、走って多分ゲットしたと思うんですけどね。まあ西岡ですね。まあ守備が C なんですよね、ちょっと。まあそこがね、残念なんですけど、まあミートがでかいので、まあヒットも結構打ってくれるし、両打ちっていうのはね、またジグザグが組みやすくて、そこもいいですね。で、足も速いと。全然いいですね。ジグザグがやっぱ組みやすいんですよね。両打ちだと。で、阿部比が2なんだ。はい、でこんな感じです。限界突破1回だけさせてます。はい、続いて、極み福留ですね。こちらちょっと前の動画で、極みの A ランクのやつがゲットできたんで極みになったやつですね。福留ほんとね打ちやすいんですよね。ミートも高い、パワーも高い、走力も高い。んーでやばい、やばい守備もやばい、守備もうまいね。これやばいでしょ。補給、スローイング、肩もどれをとってもすごい。でレフトも守れるし、センターも守れるし、ライトは A と。まあ、今、僕は、レフトで使ってるんですけど、まあね、普通に使って、自走車で使ってもホームラン打ちやすいし、まあ、すごいね、いいですね。うん。はい、まあ、こんな感じですかね。超合格ラオウ。まあ、高橋由伸のがね、アーティストで打ちやすいという方もいると思うんですけど、まあね、能力がやっぱ高橋由伸は、78ぐらい。BB なんですよね。で、その点でやっぱりね、ミートだけでも A 行ってると、やっぱコンボも出るので、やっぱね、どれかしら能力で A 行ってる選手がやっぱいいですね。僕もそれを揃えているので、はい、そんな感じです。
で、続いてセンター秋山、限界突破1回ですね。まあこちらはもうちょっとね限界突破させたかったんですけど、シリーズ2に完全移行してからまああの秋山の A ランクないので、ちょっと限界突破できてないなっていう感じですかね。ミート87はねでかいですね。やっぱりヒットも打ってくれますし、パワーもね意外と78あるんですよね。まあホームランも打てないことはないですね。走力も速いと。で阿部比じゃなくて、なんだっけ、阿部比か、阿部比が3かでね、守備もうまいんでね、センターライト両方守れれます。はい、で続いてがライトが柳田、こちらセンターなんですけど、まあサブポジの方でねライトにしてます。やっぱね柳田やばいし、もう山田と柳田もやばいからパワーミート A、 じゃあパワーミート総力全部 B、 全部 A で、柳田はもうさらにアーチストだからね、まあ、山田も全然いいんだけど、やばいね、やっぱり強いね、肩はすごい強いんですよね。でセンターとライトが C なので、まあライトで使ってるっていう感じですかね。でアーチストレベル4ですね。で続いて DH、江藤、これはね TS 第1弾ぐらいでゲットした江藤ですね。パワー80でミート69、まあビシエロに似た感じかな、能力は、うん、そうですね、ビシエロよりミートがちょっと高いっていう感じかな。ビシエロに似た感じなんですけど、まあやっぱアーチストっていうところで、まあ、ホームランを打ちやすいのかなという印象はありますね。でまあサードなんですけど、まあ村田の方がこのね、ここを補給スローイング肩を見ると村田の方がいいんですよね。補給はちょっと低いんですけど、スローイング肩で言ったら村田の方が圧倒的に高いので、まあこっちにしております。まあ全体的に言ったら D なんですけどね。で積極守備もねあるんだよね村田、まあだからその点で村田を、使っております、サードにね。はい、そんな感じですね。あとアーチストはレベル4で、ブルヒーが2かっていう感じですかね。まあ A ともホームランはすごく打ちやすいです。アーチストはやっぱ基本的にね打ちやすいですね。うん、ほんと打ちやすい。で続いてベンチ、ベンチ枠1人目、TO からシリーズ1ですね。シリーズ1の TO から、まあ、限界突破3回して、得も9回してるので、まあまあまあ結構極みも近いのかなという印象ですね。まあでもちょっとこれはどうですかね、まあ極みになっても今後使っていくのかって言われたら分かんないですね。シリーズ2とかにね完全移行していきたいので、まあいずれもオーダーもね、まあちょっと、まあ、ここは考えております。まあそれ言ったらもうオーダーのやつはほとんど、まあ、シリーズ1だからね、まあそれを変えていきたいんですけど、まあベンチはちょっとね、うん、スピリッツ稼ぎっていうところで、まあちょっと弱い選手でもスピリッツ高いのを入れた方がいいのかなとかも思ったりしてます。まあでもとりあえずねティオから変えないかな、まだ当分はちょっと言ってることおかしいけどね、さっきと。はい、続いて鳥谷、限界突破2回に特訓2回、まあこれショートで使ってた時期も確かあったと思うけど、まあとりあえず今阪神枠で入れております。あ、これはねティオからも、オリックス枠で入れております。はい、こんな感じですね。で続いてメヘアですね。まあ、ここはねスピリッツ高いから、まあ一応入れてるっていう感じですね。まあビシエロの方がまあ守備能力高いんで、まあビシエロ使ってるんですけど、まあパワーで言ったらもうメヘアの方が高いので、まあメヘアでもいいんですけど、やっぱりまあスピリッツ今限界突破させてる回数、うん、ビシエロの方が多いんで、まあビシエロ使ってるっていう感じですね。まあでもまあメヒアは今後外れるかなっていう感じかな。はい、続いて藤田、まあ藤田もね限界突破3回に特訓3回ということで、まああと2回で極みになるんですけど、まあ特訓はさせなきゃいけないけど、まあ守備が A っていうのがやっぱりですね。でショートも守れると、補給スローイングが良くてね、肩はちょっとまあまあ普通なんですけど、うん、まあそんな感じですかね。はい、まあ能力、打撃能力に関してはまあそんなに高くはないんですけど、守備がいいという感じです。という感じで野手はこんな感じです。はい、続いて投手の方、先発1が松坂ですね。まあ大谷に似た感じの、ステータスなんですけど、まあこんな感じで限界突破3回させたっていう感じです。まあ、やっぱ A、 じゃあ B 以上の球種が3球種あるんで、まあその点でもすごいいいし、奪三振と剛速球もレベル2ずつにしてます。で、はいはい、で続いてが則本はね前回当てて、早速使っております。まだ特訓だけしかねマックスできてないんで、限界突破が1回もできてないので、まあ、そこはちょっとね、まあ、今後 A ランクとか出していければいいかなという感じですかね。まあまあ9位も正規も73で同値というところで、まあスタミナもね85あってね全然いいかなという感じですね。スタミナ型のね投手やっぱちょっと使いづらいっていうところあるんですけど、まあやっぱ能力高いんで今使っております。まあスピリッツも高いしね。
で続いてジョンソン、こちらは限界突破2回の、特訓マックスだからね、もう限界突破2回して特訓マックスでも特訓マックスの乗り元の方が勝っちゃうんでね、スピリッツあの2300になるだけで、シリーズ2になるだけでね、限界突破2回させなくても勝っちゃうから、うん、やっぱねシリーズ2に移行させていきたいですねっていう感じなんですけど、まあジョンソンはねもう全体的にバランスがいいですね。9位72、制球74、スタミナ79と、まあ、A ランク以上のね、能力はないんですけど、まあ、安定感があるんで、まあ、ジョンソン使ってます、はい、B 以上の球種もねあるんで、まあまあいいですね。重い球がね結構いいんですよね。ホームランも打ちづらくなる、打ちづらいじゃない、打たれづらくなるし、すごくいいですね。はい、で続いて中継ぎ、中継ぎはねちょっとね、まあ、球威型というか、そう球威が高い選手をどんどん入れていくっていうね、スタイルでやっております。はい、続いて石井ですね。中継ぎ1が石井ですね。9位80、とりあえず中継ぎは9位80まで、特訓させております。だから、まあ、特訓レベル5なんですけど9位80にしてます。まあ、コンボ出すためにね、9位80にしてます。続いてが五十嵐で、ここは特訓なの。ちょっと投手の方 の限界突破とか特訓がなかなか追いついてないですよね。先発の方は特訓できてるんですけど、まあ、ちょっと中継ぎの方とか抑えとかにまだ全然手がつけられてないので、まあちょっと今後はねそこもちょっと手をつけていかなければいけないのかなという感じですかね。麻酔はね結構限界突破とかもできてるんですけど、 A ランク出たりとか S ランクも出てるので、まあちょいちょい限界突破できてて、まあ投手の中で言ったら麻酔と松坂が一番スピリッツ高いかなと。限界突破3回にスピリッツ、あ違う、特訓マックスシーズン1ね、シリーズ1のやつでっていう感じですかね。で抑えが沢村と。沢村ね、ちょっと全く手をつけていないので、まぁ、ちょっと、まぁ、不安だったところもあるんですけど、まぁ、とりあえず、こんな感じで今使っております。まぁまぁ、能力も全体的に悪くはないんで。はい、まぁ、こんな感じですかね。じゃあ、最後にコンボと、オーダーだけ、あの、オーダーじゃない、打順だけ見せましょうか。コンボはまぁ、こんな感じですね。で、これね、修練のせいか。これ、全選手の特訓レベルの平均が70以上で出るんですけど、まあ、これ正直ね8以上のやつね出そうと思えば出せるんですよ。レアード4のやつね出せるんですけど、まだやってないという感じですかね。特訓 1.5 倍が来てからちょっと特訓一気にさせたいので、まあ今 A ランクの餌がね、まあ50ぐらいあるので、まあ特訓は50回ぐらいできるので、まあ確実に、まあ平均は8以上いくはずなんで、まあまあまあそこはまあ後々ね次期オーダーの方で出していこうかなと。まあ、あとはこんな感じですね。あ、これですね。剛腕投手陣、9位が A 以上の選手、4名以上のやつを、まあ、この中継ぎで稼いで、まあ、先発1人松坂で、まあ、ここ出してるっていう感じですね、コンボ。重量打線とかね、アンダー製造機も、まあ、ミート、パワーで A 以上で出してます。はい、まあ、そんな感じかな、あとは。そんなにあとは、ないかな。まあ、あとは大胆不敵、大胆不敵か。これが8名以上かなんかで超大胆不敵とかになるんだよね、確か。だからそこもね、出していきたいんですけど、まあ、次期オーダーでは出せるかなっていう感じです。はい。まあ、そんな感じかな。まあ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 、こんな感じでしょう。はい。で、打順。打順は、この味。これがね、多分一番いいかな。ちょっとね、前ね、いじったことあるんですけど、いじったら結構ね、リーグの順位下がっちゃったんで、まあ僕が考える中で一番、まあこれがいいかなという打順ですね。まあ順位も考えて、まあジグザグも、考えてます。ジグザグはね、まあ、組めるならしっかりと組んでいこうかなという考えなので、まあ、こんな感じとなっております。1番山田、2番秋山、3番村田、4番柳田、5番江藤、6番福留、7番ビシエド、8番西岡、9番原口という感じです。はい、まあまあまあこんな感じですね。今使っているオーダー、まあ今メンテナンスもすぐ来るんで、まあリーグやってないんですけど、とりあえず今はこんな感じなんですけど、次期オーダーですね。次期オーダーをちょっともう作ってあるので、こちら読み込んでいきましょう。はい、こんな感じです。はい、ちょっとね、まあこっからはねちょっと時間もね、結構かかっちゃってるんで、パッパッパッとね、さっき紹介した選手も多いので、まあ、そこら辺はちょっと飛ばしつつやっていこうかなと思います。はい、キャッチャー里崎ですね。まあ、里崎はもうね、まあ、今すぐにでも原口と変えてもいいレベルなんですよね。まあ、守備も B ですごいいいし、打撃もまあまあいいと、まあまあというか普通に星の中では結構上の方ですね。で、高弾道だし、ホームランもすごい打ちやすいですね。自チームじゃない、自走さんの時も普通に打ちやすいですね。で、とりあえず捕手レベル5にしたんで、
まあ本当使っていいんですけど、初級だけちょっとあと1にしてから使いたいなっていうところでまで使ってません。また今度ね、あの一気にガッてその特訓じゃない、経験値でそのレベル上げがまあ全体的に終わったら、まあ一気に特殊能力バーってたくさんつけていこうかなと思ってるんで、今はつけてないですけど、まあ今結構つけてない選手多いですね。松中とかもまだつけてないんじゃないかな、つけてないですね。で松中は特訓レベル3ですね、特訓レベル3で限界突破2回と、まあ、こういうビシエドよりね、あのスピリッツ上回ったらやろうかな、あの交代させようかなっていう感じですね。まあ限界突破コーチもあるんで、まあ使ってもいいかなと、全然ね強いんでね。確かミーとパワー83-83の同値なんで、まあそこコンボ出しやすいっていうところでも全然いいですね。で守備も C なのでビシエドよりいいと、うん、すごいいいですね、はい、ゲットしてよかったです。まだ使ってないけどね、まあでも実装差でも全然打ちやすいです。ホームランも打ちやすい、パワー比なんでね。で山田見た、村田見たで、ショート坂本ね、前回の動画で出た、まあ坂本は早速ね、まあ限界突破4回させております。まあ特訓 1.5 倍が来るまで特訓はさせないって言ったんですけど、限界突破できる選手に限ってはもうガンガンもう先にさせてるので、まあここはもう限界突破4回させました。まあここはさせてもいいでしょ、さすがにね。うん、まああと1回で極みまで行くので、まあ特訓さえあげれば、まあちょっとここも限界突破コーチ使って、まあ、ここは極みにしようかなと考えております。まあ、坂本はしていいでしょ、全然。普通に強いし。高弾道でね、ミートが確か80ちょいいくので、すごいいいですね。パワーも走力も70はいくと思うんで。いや、これはね、ほんとすごい当たってよかったかなっていうところですね。守備が B っていうのもまた嬉しいですね。西岡 C だったんですけど、西岡より多分能力高いと思うんで、すごい嬉しいですね。阿部ヒップルヒと。フルヒがちょっと高額な方に変わってもいいんじゃないかなっていう、今年の成績を見るとね、いう印象なんですけど、まあ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 仕方ないでしょう。で、続いてがレフトが福留。で、センターが柳田になりました。で、秋山が、ベンチに下がりました。で、ライトが大谷ということで、大谷が入ってきましたね。まあ、守備はちょっと全体的に下がるんですけど、あのセンター秋山 B で、ライト柳田 C だったんで、まあセンターも C になっちゃうんですけど、まあ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 、やっぱ打撃すごいんでね、こっちは。ミートもパワーも80いくんで、やっぱここ入れといた方がいいかなと。走力も70以上いくし。まあシリーズ2でスピリッツ高いっていう点も、まあ入れる要素の一つかなという感じかな。ラインドライブもね、なかなか結構ホームラン打てるので、実装差でもなんか、あ、まあまあいいかなという感じですね。うん。はい。で、まあまだ特殊能力とかほんと全然つけてないので、まあおいおいつけていくかなっていう感じですかね。あれ続いてリーチね、最後は筒香という感じで、筒香もすごい打ちやすい。アーチストレー、まあ、ミートパワーも80までいくと思うんで、80以上までいくので、まあ、全然強いですね。やっぱね、侍ジャパンのね筒香持ってたんだけど、パワーヒだったんですよね。パワーヒだったからあんまホームランねガンガン打てるって感じじゃないんだけど、アーチストになるだけ全然違う、本当に違う、すごい強い。いやーよかった、めっちゃ当たってね、よかったですね。で、大谷は一応限界突破1回だけさせましたね。あの、A ランクの大谷いたんで、限界突破と特訓を1回ずつさせましたという感じですね。ベンチは、秋山。ビシエド、ティオから。まあ、ここはさっき紹介したので、まあいいかなと思います。まあ、いずれ、その、投手の方で大谷が出たら、まあ、ここね、先発で大谷が投げてるときは、ここが、ライトが秋山に変わるかなっていう感じで、秋山ベンチになっています。まあ今後、まあ、大谷出たらの話なんですけどね。で、続いてが、松坂、先発松坂で、則本は丸は一緒で、3番目が藤浪ですね。まあジョンソンの方が安定感もあると思うんだけど、うん、やっぱりミートじゃない、キュウイとスタミナがねやっぱ80以上いってるので、まあ、制球がちょっとね D だと思うんですけど、確か最後までいっても、まあ、そこちょっと不安なんですけど、まあシリーズ2でねスピリッツも高いので、まあ、藤浪を今後は入れようかなと思っております。限界突破も2回してるしね。はい。まあ、そんな感じで。まあ、せっかくゲットしたので、まあ、ランキングで、まあ、入れていこうかなと。まあ、投資枠の拡大もあるので、まあ、そこで、まあ、シリーズ2の選手入れてもいいんですけど、まあ、まだ育成が終わってなかったら、まあ、ジョンソンとかもね、入れていこうかなと思ってます。まあ、で、中継ぎ石井、五十嵐からのここが変わって、マスラという感じで。まあ、マスラもね、9位が80以上まで行くので、うん、まあここを入れております。中継ぎでやっぱりね9位の方のコンボを稼いでいこうかなと思って入れております。まあここまだ特訓できてないので、まあ特訓 1.5 倍来たらまあ積んでね、まあ80ぐらいまでしようかなと思ってます。で抑えが麻酔に勝ってます。はい。まあそんな感じですかね。
うん、まああとは先発投手2枠拡大と中継ぎが1枠と、投手のベンチ枠が1枠拡大するので、まあそこで入れるとしたら、まあジョンソン、まあ今入れてもいいですし、まあ石田とかをね、特訓させて入れるっていうのもまあ全然ありかなという感じかな。うん、あと三馬とかはちょっと入れないかな。まああと菊池ですね。菊池は全然入れていいかなと。ああ、でもな、菊池にしかな、やっぱ。今考えたらやっぱ菊池西を入れようかなと思っております。じゃあ菊池西入れますね、先発拡大したら。で中継ぎは一枠だよね確か。まあここは三上か南を入れようかなと思います。なんか似てるなんか似てる、ね、まあそこの2人のどっちか入れようかなと思ってます。岡田とかね、ここのねシリーズ2が来たら岡田入れたいんですけど、まあマシソンとかでもいいですけどね。田中も出たか。まあ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 、そこはおいおい考えていこうかな。とりあえず先発は菊池と西入れとけばいいかなっていう感じかな。でそうなると T 岡田のここの枠もオリックス枠入るんで、まあまた別の選手に変えてみたりしてもいいかなと。中田翔とかいるので、中田翔もね特訓とかさせたら、ね、スピリッツも、上回れば全然ここを変えてもいいかなと思ってますね。そんな感じかな。で最後にじゃあちょっと、まあ、コンボと打順見せていこうかなと思います。もう21分か、やばいね。まあまあでもそんな変わんないかな、うん、そんな変わんないと思う。あ、多分ね超大胆不敵が入ってると思うんだけど、はい、来ましたね。超大胆不敵8名以上、パワーが高い選手が8名以上いるので、まあここ出てます。はい、まあそんな感じかな。もうあとはないかな、そんなに見せようと思う部分は。まあそんな感じですかね。まああとここのね、山田がちょっとねシリーズ2のやつに変わったらねいいかなっていう感じかな。そしたら柳田のところもねちょっとね秋山にしてセンターラインを B に固めるっていうのも、まあ、またねいろいろ考えどころが深いですね。まあそういうところも考えたりしてます。まあ当たったらの話だからね、今はこんな感じですけど。で打順がね、1番柳田、2番坂本、3番大谷、4番山田、5番筒香、6番村田、7番松中、8番里崎、9番福留という感じの、オーダー順打順となっております。まあ今組めるジグザグで組みたいんで、ジグザグで組める中ではまあこれが一番いいのかなっていう印象ですね。うん、まあ今のところ僕が考える中ではこれでいいかなと思っております。うん、まあこれでいいと思うけどな。まあここの大谷柳田を変えるっていうのもありだけどね。大谷まあね今シーズン1番1回か大谷1番あったし、柳田3番に入れときたいっていうのもまあ全然あるし、でも柳田1番でも全然いいんだよね。足も速いしね、走れるし、まあ、大谷もその分足速いから、まあ、そこでもいいんだけど、まあ変えるとしたらまあここ変えたりとかかな。坂本1番でもいいんだけど、そうするとジグザグ崩れちゃうし、まあジグザグ組まないんだったらいいんだけど、まあ組めるなら組んできたいから、あとはここ変えたりしてもいいかな。大谷筒香とか、まあ変えたりもしていいかなとか思ったりしてますね。うん、まああとはそんないじるところないかな。松中とここの、松中とこの福留変えるっていうのもまあ ないと思うんで、だったら福留、ミート高い福留ここに置いといて、まあ足も速いしね、足の速い福留置いといて1番につなげるっていう感じにした方がいいと思うんで、まあ松中はまあ打撃能力だけで言ったら、まあそっか、福留とミート一緒なのか、パワーも高いし、まあでも足速いっていうところでやっぱ福留9番で、ね、1番につなげたいっていうのあるんで、まあまあまあ、ここ、じゃあこの打順が一番いいのかなという感じかな。ですね。まあ、特訓もね、多分、特訓のやつ、どこまで来てるんだ。あ、6以上か。まあ、6以上なら多分、特訓50回させれば、まあ、全部でね、全員。まあ、8以上いくでしょう。多分。まあ、なんで、まあ今後ね、特訓って5倍が来た際にはもう、がっつりと、特訓させていこうかなと思います。あとは限界突破もね、まあいろんな選手させていきたいなとは思ってます。まだ特訓コーチがね3枚しかないので、まあどこに使うかなっていう迷いどころですね。まあ坂本には1枚使おうかなと思ってます、極み作りたいっていう感じですかね。まあ、とりあえずあとはねもう野手は結構ね揃ってきたんで、まああとは先発とか、まあ中継ぎとかね、投手の方をちょっと重点に置いて、ちょっと
ゲットしていったりとか、まあ、特訓とか限界突破させていきたいなと思っております。まあ野手は結構揃ってきたんで、まああとはシリーズ2にまあちょいちょい変え入れ替えていったりとかしていければいいかなという感じですかね。でチームスピリッツが 48,36 ですね。さっきのやつが 41,417 ですね。まあ正直特訓もさせちゃえば50個もあるんで、特訓用の餌が、まあチームランク S 行くと思うんですよ。全然絶対行くと思うんだけど、まああえてまだちょっともったいないんでね、してないんで、まあこういうところちょっとやっぱ節約しといた方がまあ後々いいかなというのでね、まあ一応 S ランクにはできるけど多分してないですね。はい、という感じで、リーグオーダーの紹介戦長い26分ぐらいになっちゃったんですけど、とりあえずこんな感じで終わろうかなと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ということで以上、たくみでした。じゃあね。